保健西脇市と丹波篠山市にまたがる標高712.9メートルの山である。山頂の三角点は西脇市に置かれる。うばめがしの群落が多く住みや企が残される丹波、晩州地域では標高700メートルを超える数少ない山であり、西脇市と丹波篠山市、今田町との破綻会に優美な稜線を描き気品のある山用を持つ。 修験道の山として、修験者が往来するところであったという。商人と金の鳥の伝説を秘めた山頂には、美歩工人が祀られ、360度の展望が明け、丹波、北雪、六甲方面などの眺望が素晴らしい。ふるさと兵庫五十山の一つ、今田町川の登山道入り口付近には、珍しい詐欺層が8月中旬の時期には咲き乱れる。 また、豊かな雑木林が広がり、うばめがしの群落が見られ、麓の登山道には、炭焼き用が残される。平安時代には、滝郡一帯は、天台宗に強く強化されており、ここ、西高寺は、天台密教の信仰を集める聖地であった。寺税は盛んであり12世紀初頭には、京都の貴族らにより、大般若教社教600巻が奉納されている。 元平時代の1184年に三草山の合戦で敗れた平家の一軍が最高寺に逃げ込み、源の義経軍と戦火を交えた。ここでも敗れた平家は最高寺に火を放ち打ち死にした。その後、最高寺は復興されるも、再び応仁の乱の戦火で消失。再度復興されるも、戦国時代には松永久秀の攻撃で消失。 ついに寺勢は衰えた。数度の戦火をくぐり抜けた大繁若郷六百巻は、うち二百巻が、本城住吉神社に配分された現存する。最高寺山山頂に祀られる誇ら昔、最高寺山山頂に諸国を漫遊し、修行を積んだ高僧が世を結び住んでいた。僧は、百姓の病気を治療したり、講和をしたり、農作物の作り方などを指導し、 村人に大変慕われていた。僧の住む粗末な世には、ひときわ立派な木箱が置かれていたため、村人は何が入っているのか、興味津々に僧に尋ねたところ村が、飢餓や薬病に襲われた際に救ってくれるものが、入っている。しかし、中を見ると悪い心を起こすものが出るので決して、開けてはならない、と言った。見るなと言われると見たくなるのが人情で、ある日、僧がいない隙を見て、 若者の一人が木箱の蓋を開けてみた。すると、中には、金無垢の鶏がまばゆい光を放っていた。この事実は村人へ区伝され、評判となった。村を通りがかった旅人がこの話を耳にし真夜中に、僧の岩に忍び込み木箱へ手をかけた。途端に、稲光と雷鳴が轟き旅人は谷底へ、転げ落ちてしまった。僧は、 何事もなかったかのように寝入っていた。二、三日後、僧は下山し村人を集めると、高僧が世を結び住んでいたという伝説が残る。最高寺山山頂からの長望白髪竹から見た。最高寺山、私がしてはならぬと申したのに背いたものがある。私はここを去って、また修行の旅に出るが、宝物はこの山に残しておく。皆が力を合わせて一生懸命働けば、 きっと宝物が役立つ時が来ようこう言い残すとそうは、どこへか旅立っていった。その後に山頂には立派な寺が建立され、金の鳥の話が伝えられ、金継山生活じと名付けられた。現在でも、別名を、金継山と呼ばれお寺の跡も残されている。以来、地元では、正月が明けると、暗闇の最高寺山のどこかで金の鶏が、四方に、 金色の光を放つと言い伝えられているが、未だに見た者はいない。ありがとうございます。